植民地主義。植民地主義とは、国境外の領域を植民地として獲得し支配する政策活動と、それを正当化して推し進める思考を指す。大航海時代から20世紀後半にかけては、強国が盛んに植民地を獲得し、互いに歯を競っていた。いわゆる植民地主義的な国境外の遠隔地への植民地の拡大は、 大航海時代のスペイン・ポルトガル両国の植民、征服活動をもって、講師とし後にヨーロッパ諸国や列強各国によって世界中で行われた。1492年にクリストファー・コロンブスが新大陸に到達すると、スペインは即座に到達した地域の植民地化を進めていった。これに対し、1498年にはスコダガマが、 希望本周りでインドへ到達したポルトガルも航路周辺の都市を次々と攻略して植民地化していった。すでに1494年にはトルデシラス条約が結ばれており、現代で言う成形46度37分の線を境界として西がスペイン、東がポルトガルの領域とされたため、両国はこれに従い東西を次々と植民地化していった。 ただしこの線は新大陸とアフリカとの領域の確定という意味で設定されたものであったが、新大陸で最も東に張り出している、ブラジル東部はこの線の東側に位置することになったため、ポルトガルはこの地域に植民を行い、南アメリカ大陸で唯一、ブラジルだけはポルトガルの植民地とな。また、フェルディナンド・マゼランによって1522年に、 世界集合がなされ世界が丸いことが証明されると、更新量を算出するモルッカ諸島の貴族をめぐって、東側にも分割線を引き直す必要が生じ、1529年にはサラゴサ条約が結ばれて、東側の教会も確定した。ただしこの教会は、さほど厳密に守られたわけではなく、例えば16世紀後半にはスペインは、サラゴサ条約の教会の西側にあるフィリピの、 植民地化を行っている。スペインとポルトガルの植民地政策は大きく異なっていた。植民地域にそれほど強力な敵国の存在しなかったスペインは、アステカ帝国やインカ帝国といった先住民の大帝国を滅ぼし、先住民からの過酷な収奪を行った。新大陸のインディオたちは天然島をはじめとする旧大陸の病原菌への抵抗力を持っておらず、 圧政も相まって先住民人口はわずかな間に激減した。この減少した人口を補うために黒人奴隷が多く移入され、また支配層として本国からの植民も行われることで植民地は徐々にスペイン化していった。ただしもともと先住民が大帝国を築き上げていた地域であったため人口が多く激減した後も多くの先住民が生活を続けており、 先住民と白人などの根血もやがて割合を増していった。これに対し、本国の人口が少なく植民地域にも、家宝と騎兵に富んだ強力な軍備で武装し、政治的にも成熟したアジアアフリカの内陸王朝国家という対抗勢力の多く、存在したポルトガルは、あたかも古代の植民都市のごとく沿岸の都市を占領し、城塞を築いて、ント線を確保する戦略を取った。 こうしたことからポルトガル植民地は面としての広がりを持たず、内陸勢力やオマーアンなどの対抗勢力が登場すると拠点を次々と占領され、アンゴラやノザンビーク、マカオやゴアを除くほとんどの植民地を創出することとなった。ただしブラジルは例外で、ここではスペインと同じく徐々に入植型の戦略を取るようになっていった。 トルデシラス条約で新世界から締め出されていた他のヨーロッパ諸国も17世紀に入ると続々と新大陸への植民を行うようになっていった。この際対象となったのがスペインによる植民が行われていなかった北アメリカ大陸東部とスペインの植民地統治が大陸に重点を移すに従って半ば放棄されるようになったカリブ海の諸島である。 北アメリカ大陸においてはフランスがセントローレンス川川口のケベックを中心としてヌーベルフランス植民地を建設し、イギリスは1607年にジェームズタウンを建設し、1620年にメイフラワー号によってピルグリムファーザーズがプリマス植民地を建設するなど、18世紀中頃までに北アメリカ大陸東部中央海岸に13植民地を建設していった。 カリブ海においてはジャマイカがイギリス領、エスパニョーラ島西部がサンドマングとしてフランス領となったが、最も争奪戦が激しかったのは昭和アンキル諸島だった。この地は小島が多く存在して、スペインの統治が行き届かなかった上、どの島もそれなりの広さを持ち、そして土地が肥沃で砂糖をよく産出したためである。こうした植民地はどちらかといえば、 入植植民地の色彩が強く、特にイギリスのアメリカ東部13植民地は完全な入植型植民地だった。こうして各国が新大陸を中心に植民地を広げていく中で、特に積極的に植民地を拡大していたイギリスとフランスの間で17世紀末以降、第二次100年戦争とも呼ばれる一連の戦争が勃発した。この戦争の最終的な勝者は、 イギリスであり、フランスは、特に1756年から1763年にかけて起こった7年戦争において、敗北を喫し、1763年のパリ条約において、北アメリカ大陸の植民地をすべて失サ3イコールドマングなどいくつかのカリブ海の植民地と、インドなどのいくつかの植民地を残すのみとなって第1次、フランス植民地帝国はほぼ崩壊した。 逆にこの戦争で広大な植民地を新たに得た、イギリスは植民地帝国としてさらに力を増していった。こうした新大陸中心の植民地の展開は18世紀末以降大きく転換する。きっかけは1775年に始まったアメリカ独立戦争である。この戦争で1783年にアメリカは完全に独立を果たし、イギリスは アメリカ大陸東岸のよく開発された広大な植民地を失った。その後、フランス革命に影響を受けた、フランス量産イコールドマングにおいても1791年にハイチ革命が勃発し、数十年間のウィオ曲折の後に最終的に独立を果たすこととなる。さらにナポレオン戦争後、スペイン植民地において相次いで独立戦争が勃発し、 南米大陸北部のシモンボリバルやアルゼンチンのせ、デッサンイコールマルティンらに率いられた独立派は各地で勝利して大コロンビアなどの新独立国が次々と誕生した。メキシコにおいては自由派と保守派が手を結び、アグスティン・デイ・トゥルビデによって1821年にメキシコ帝国が建国された。ポルトガル領のブラジルにおいては独立戦争こそ起きなかったものの、 ナポレオン戦争のため、ブラジルに避難していたポルトガル王室が1821年に本国に帰還する際、ブラジルに残ったドンペドロが皇帝に衰退されて1822年にブラジル帝国が成立した。こうして1820年代前半までには、南アメリカ大陸及び中央アメリカのほとんどの植民地が独立を果たし、北アメリカ大陸北部のカナダとカリブ海に浮かぶ。 島々を除き、新大陸からは、植民地がほぼ失われた。こうした中、ヨーロッパ諸国は新大陸に代わる植民地として、アジアアフリカへの侵略を強めていった。すでに、インドにおいては、ヨーロッパ各国が召喚を各地に建設していたが、1757年に起こった、プラッシーの戦いが一つの転換点となった。この戦いで勝利した、 イギリス東インド会社は、ベンガル地方の朝税計を獲得し、事実上この地域を支配下に置いた。そして、ここを足がかりに徐々に侵略を進め、19世紀半ばには、インド全土が、イギリスの支配下に入った。インドはもちろん、現地住民が、多数派を占める植民地であり、本国からの植民も行われなかった。こうして、入植型植民地に変わり、 現地住民を支配して収奪し利益を上げる方の植民地支配が主流となっていった。一方でこの時期においても、オーストラリアやニュージーランド、カナダなどの入植型の植民地は引き続き進められており、これら入植型植民地においては、ある程度の人口や体制が固まった後は、治療としてある程度の自治権が与えられた。ナポレオン戦争によって、 オランダ領ケープ植民地やフランス領モーリシャスなど、いくつかの植民地がイギリスに割上された。この時期にはイギリスのみならず、いくつかの国家がアジアへの侵略を開始した。中でもオランダは、ジャワ島の支配を17世紀以降徐々に進めていき、広大なオランダ領東、インドを建設していった。また、アフリカにおいてはフランスが1830年にアルジェリアを征服し、 再び植民地帝国を築くようになっていった。19世紀後半に入ると植民地化はさらに加速し、それまで独立を保っていた地域も多くが、列強諸国の植民地となっていった。アジアにおいては1862年に、フランスが現朝から高知品を奪ったのを機りに勢力を広げ、1887年には、フランス領インド品が成立した。ビルマも3度に及ぶ。 英明戦争によって1886年にコンバウン朝がイギリスに滅ぼされ、東南アジアで独立を保つ国家はタイのみとなった。こうしてアジアの各地に列強が進出していく中、アフリカへの進出はかなり遅れた。フランスがアルジェリアとセネガルに、イギリスがケープ植民地に拠点を置いて侵略を進めていき、沿岸部には薄く。 欧州諸国の植民地が連なるようになっていたものの、1880年頃までは、アフリカ大陸内陸部の大半は未だ植民地化されてはいなかった。この状況は、ベルギー王レオポルド2世の今後側探検によって大きく変化した。今後側、川口地域はポルトガルが支配を及ぼしていた地域だったが、内陸までは進出していなかった。それに目をつけた。 レオポルド2世は、今後が流域の支配権を要求し、各国と対立するようになった。結局、この問題は1884年に、ベルリン会議が開かれ、沿岸を支配した者はその後廃地の支配権を主張できること、実際に後廃地を制圧した場合は他国に通告することで、植民地化が認められることなどを骨子とした、植民地化のルールが策定されること決着した。 そして、この会議によって列強は一斉にアフリカ内陸部の植民地化を開始し、16年後の1900年、頃にはエチオピアとリベリアを除くアフリカのほとんどすべてが欧州列強によって植民化されてしまっていた。同時期、オセアニアにおいても太平洋に浮かぶ島々に列強が次々と進出し、分割が完了した。アジアにおいても残っていた独立国の征服が進み、 また名目的には独立していても国内の多くの利権を列強に握られ反植民地の状態に陥った国も多く見られた。こうして1910年頃には世界分割はほぼ完了し植民地主義は最盛期を迎えた。第一次世界大戦後も植民地主義に大きな変化はなかった。民族自決の原則は欧州に限られ、 アジア・アフリカの中央同盟国側の給料土は委任統治領として戦勝国に分け与えられた。一応委任統治という名目はついたものの、これらの委任統治領の統治は植民地と何ら変わるところはなく、事実上植民地の再分配が行われたに過ぎなかった。ただし、委任統治領は社会の発展段階に応じて A 式、B 式、C 式の三段階に分けられ、 最も発展している、英式に分類された旧オスマン帝国領の諸地域に関しては、住民自治が認められ、イギリス移民党治療メソポタミア、フランス移民党治療シリア、イギリス移民党治療パレスチナの三つの地域に関しては、早期独立を目指すこととされた。これらの地域においては、メソポタミアがイラクとして九百三十二年に独立したのを皮切りに、シリアはレバノン、 1943年とシリア、1946年、パレスチナ東部はトランスヨルダンとして1946年に立を達成した。ただし、パレスチナ西部については、ユダヤ人とアラブ人の激しい対立が起こり、委任統治の終了は1948年にまでずれ込み、また統治終了はそのまま、イスラエル独立宣言とそれによる一時中東。 戦争の勃発という形で爆発することとなった。また、B 式に分類された西アフリカ、中央アフリカの旧ドイツ植民地や C 式に分類された太平洋諸島、南西アフリカに関してはほとんど従来植民地と同じ扱いとなったが、委任統治の受任国は、連盟理事会に該当地域の統治状況の報告を義務付けられ、 同じく連盟に設置された委任統治委員会に勧告を受けるなど、ある程度の歯止めを意識した施策は行われた。こうした植民地主義の体制が滅びを見せるのは、第二次世界大戦後のことである。大戦に勝利した連合国側の列強も戦争によって、非常に疲弊した状態となっており、植民地を抑えつける力は失われつつあった。 また連合国側によって設置された国際連合は旧連盟の委任統治政策を引き継ぎ旧委任統治領を改めて信託統治領として市政権者に信託したものの新たに設置された国際連合信託統治理事会は旧連盟の委任統治委員会に比べ権限が強化されておりまた信託統治領の自治及び独立を目指す要市政権者に義務を課していたこうして 脱植民地化の動きが加速していった。1945年の大戦終結以降数年の間にインドをはじめとして南アジアや東南アジアで多くの植民地が独立していった。ついでアフリカ大陸でも急速に独立国家が増加していった。1956年のガーナ独立を皮切りに、1960年にはフランス植民地13カ国を中心とした17。 各国が一気に独立を果たし、アフリカの都市と呼ばれるようになった。1960年12月14日には、国際連合総会で、植民地独立付与宣言が採択され、植民地主義への反対と脱植民地化の推進が明確に謳われた。1960年代後半になると、ポルトガルを除く欧州諸国はほぼ、アフリカ大陸から撤退していた。 残るポルトガルも1974年のカーネーション革命によって植民地の独立容認に転換し、1975年にはポルトガル領植民地のほぼすべてが独立を果たした。1970年代に入ると、未だ植民地の残っていたオセアニア及びペルシャ湾岸、ショーアンティル諸島においても独立が急速に進む。新宅統治領の独立も進み、 1994年に最後の新宅島治療であったパラオが独立することで新宅島治療は消滅した。2017年時点で国際連合自治地域リストに掲載されている非独立地域は17カ所過ぎず、しかも西サハラを除く各植民地は人口及び面積が小さく、独立が困難なところがほとんどである。 植民地主義を各国が推し進めたのには、いくつかの理由があった。植民地主義の要因の一つに経済面での利益が上げられる。17世紀のスペインの新大陸植民地化においては、各地で銀の不幸が発見され、価格革命と呼ばれるほどの大量の銀の流入をヨーロッパに垂らし、スペインに莫大な富をもたらした。18世紀には小アンティル諸島に植民した。 ヨーロッパ諸国がサトウキビなどのプランテーションで多くの富を蓄積した。また、19世紀に入り産業革命が欧州各国に広がると、各国はその産業の原料供給地と市場を確保する必要に迫られ、更新地域を競って統治下に置いたとの説明が一般的であった。そしてそのために各植民地に鉱山やプランテーションを開設し、 原料供給地として、モノカルチャー経済化に置いたと説明された。この説明は一面の真理ではあるが、必ずしも全てを説明しているわけではない。例えば植民地化が最高潮に達した1913年の世界貿易において、アフリカの割合は3.5%、インドの割合も同じく3.5%に過ぎず、植民地はそれほど大きな割合を持っていない。 同年のヨーロッパ諸国及びアメリカが死州国の貿易総額は世界全体の72.4%を占めており、貿易の主戦場はあくまでも先進国間貿易であって植民地貿易ではなかった。また、経済的利益の得られる見込みのない内陸の遠隔地やサハラ砂漠などにも欧州各国は進出し支配下に置いている。 侵略側と非侵略側の軍事力はしばしば、建設しており、それが、植民地化を進める一つの要因となった。大航海時代の新大陸においては、鉄の武器や防具を標準的に装備し、機兵を養子化法まで所持していた、スペイン側に対し、新大陸側の勢力は、アステカやインカなどの大勢力ですら鉄器文明に、到達しておらず、また製銅機使用も装飾品にとどまっており、 石器での汚染を余儀なくされた。この軍事、技術レベルの差によってスペインは貨幣であっても、新大陸側の大勢力を打ち破り、広大な植民地を建設することを可能とした。旧大陸側に進出したポルトガルは新大陸ほどの軍事レベル差はなかったものの、銃や火砲によって現地勢力よりも優位に立ち、軍事レベルの差が縮まる17世紀に至るまで要所に、 港湾を確保しつけることに成功していた。19世紀に入ると、科学革命や産業革命による武器の発展によって、ヨーロッパ諸国の軍事力はさらに増大し、それまで、さほど差のなかった、アジアの大帝国に対しても軍事力に大きな差をつけるようになった。これによって、侵略のコストは大きく下がり、この時期の植民地化の大きな要因の一つとなった。 新大陸発見によって、両大陸の交流が始まると、新大陸側では、天然痘や風疹などの旧大陸の薬病が猛威を振るった。これによって、先住民の人口が数分の1にまで減少してしまい、先住民大帝国の国力に多大なダメージを与えることとなった。逆にこれらの病気に、耐性のあるヨーロッパ人はこの人口減少に乗じて安やす,やすと、 勢力を広げることに成功していった。ただしこれは新大陸に限られ、旧大陸においては、現地住民側も病気に対して、耐性を持っていたために、パンデミックが起きることはなく、逆に現地の薬病によって、ヨーロッパ人の遠征軍が壊滅する子も珍しくなかったため、ヨーロッパ人の侵略は限定的なものにとどまった。 しかし19世紀後半に入ると医学の発展で薬病での死者が減少しそれまでヨーロッパ人の軍事行動が困難だった熱帯地域において大規模な軍事行動が可能になったこれはヨーロッパ列強のアフリカ分割を可能とする一つの要因となった特に19世紀後半においては国家の威信そのものが植民地主義の重要な動機となった ナショナリズムの発展によって国民国家化したヨーロッパ列強諸国は民族としての自尊心を満たすために植民地を必要としていた。上記の技術的要因によって植民地を獲得するコストが他の列強と欧州で戦争を起こすコストよりもはるかに低くなっていたことも性的理由での植民地獲得を推進する理由となった。こうした理由での植民地獲得において 特に重要なのが、フランスで1871年の不仏戦争の敗北の傷を癒し、国家の威信を高めるために、フランス第三共和制の政府は、積極的な海外進出を行っていった。ドイツやイタリアといった、いわゆる、遅れてきた列強も、こうした自国の充実した国力の証明としての、植民地獲得を目指していた。これとは全く逆に、 ポルトガルは自国の国力の衰退に直面し、国力の健在ぶりと威信を示すよ姿としての植民地の維持にく執着した。経済的に全く引き合わない地域においても、その地域に他国の進出を防いだり、自国領の重要な植民地を保護するために、近隣地域を植民地化することも行われた。19世紀後半の植民地化においては、 侵略を正当化するために様々な論理が組み立てられた。この頃盛んとなった社会ダーウィニズムや優勢学などの影響を受け、植民者が非植民者より優れており、また植民地支配はその非支配国の近代化に必須の経済基盤、政治基盤を発展させることにつながるので、非植民者にとって利益になるのだという考え方が生まれ文明程度の劣った植民地に 近代文明を伝えることが先進諸国の責務であるといった思想のもとに、現地住民への一方的な支配や文化の押し付け、現地資源の開発などが正当化された。この思想はイギリスでは白人の責務、フランスでは文明家の使命、アメリカではマニフェストデスティニー、明白な天命などと呼ばれていた。列強支配下の各植民地においては、 様々な手法で安定した統治が行えるような工夫が行われた。アフリカの植民地統治においては、イギリスは間接統治で知られ、フランスは同化政策を胸としており、その他の国々はどちらかといえば同化政策よりの政策をとっていた。植民地化の初期には、本国政府や軍が直接進出することは少なく、しばしば直居会社が設立されて、 外道地区の支配権確立と開発を委ねられていた。こうした直居会社で最も著名なものはインドにおけるイギリス東インド会社であるが、これは貿易を業務とする会社が次第に現地で支配地域を得るようになったもので、本来的には植民地開発を目的としていたわけではなかった。こうして商業資本から植民地経営に乗り出した直居会社としては他に ハドソン湾会社やオランダ東インド会社などが存在する。これに対し、19世紀後半にアフリカ分割が本格化すると列強は、最初から植民地化を目的とする直居会社を設立するようになり、イギリス南アフリカ会社やドイツ東アフリカ会社オー王立ニジェール会社などが相次いで設立された。これらの直居会社は朝税権と軍隊を保持し、抵抗する。 現地勢力を次々と支配下に収めていった。しかしこうした直居会社による植民地経営は必ずしもうまくいかず、多くは数年のうちに本国が直接支配に乗り出すことが常だった。統治形式としては植民地の有力者を名目的なその地域のトップとし、その支配者を通じて支配を行う。 間接統治と本国から直接官僚を送り込んで植民地を支配させる直接統治の二つの形態がある。間接統治はイギリスの北部ナイジェリア保護領高等弁務官を務めたフレデリックルガードによって体系化されたもので植民地政府のわずかな予算と人員では広大な植民地全土の統治が困難なめ植民地化以前の市町村や行政組織 法体系を残存させて実際の統治を行わせ、創始国はその監督のみを行うことで行政の効率化を図ったものである。ただし残存した隠し体系にも創始国の理念や基準に沿ってある程度の改変は加えられ、また現地市長が創始国の意に沿わない行動を取った時には即座に更迭が行われた。この方式は 植民地化以前に王国が存在し行政組織が整えられていた地域においては成功を収め各植民地でこれを参考とするものが相次いだが一方でナイジェリア南部のイボリンのように昔ら社会を構成し主張性が存在しなかった地域においても強引に主張を任命し同様の制度を施行しようとしたため大きな摩擦を生んだ地域も存在した これに対しフランスは直接統治を原則とし、現地の伝統支配層の権限を極力小さくして、任命官僚が統治を行ったものの、現地の状況に合わせ間接統治を導入した地域も存在した。ただ資料国とも現地エリートの育成には積極的であり、育成されたエリートはやがて伝統的市町層と対立することが多くなっていった。また、 植民地の文化に関しても、その文化を異文化であるとしてある、程度配慮する方法と、植民地の文化を遅れたものであるとして、宗主国の文化に同化させることを目的とした、いわゆる同化政策の二つの方法が存在した。こうした国々では、本国文化を身につけたと判断されると、本国の市民権を与えられる制度が存在した。こうして、 本国市民と認められた植民地住民は開花民などと呼ばれ、セネガルなどではある一定の地位を占めていた。しかし、同化政策といっても植民地の面積、人口は本国よりもはるかに大きい小が常であり、言語の同化程度で市民権を与えていては、植民地の市民数が本国のそれを上回る事態も想定されたため、 実際には市民権の付与には助釈などの非常に厳しい条件が設けられ、こうした地位を得られる者は非常にわずかな数の住民に過ぎなかった。1950年のポルトガル領アンゴラにおいて、同化民の地位を与えられた者は全人口のわずか0.7%に過ぎなかったことなどはその一例である。植民地主義が最も流盛を誇った19世紀末には、 創始国の多くが民主化を進めたものの、植民地と本国とは政治的に異なるものとして扱われており、植民地の人々は本国での政治に関わることできなかった。入植型植民地では現地で議会が設置されて自治が進められたが、それ以外の植民地では現地住民の意見を調する場はほとんど設けられず、わずかに一部の植民地の諮問機関に現地の主張や 指導層の参加が認められたに過ぎなかった。例外としてはフランスがセネガル植民地の4つの都市、サンイコールルイ、ゴーレ島、リュフィスク、ダカール2879年以降本国議会の議員を選出する権利を認めていたが、この権利は市民権を認められたわずかな人々に限られ、この選挙区からは1914年まで黒人の選出はされなかった。また、 フランスがこの4都市以外に、本国議会への賛成権を認めることは、第二次世界大戦の終結まで決してなかった。植民地を統治するには現地に通じた行政官の育成が不可欠であり、各国とも本国人の植民地統治のエキスパートを育成して植民地統治に当たらせた。インドにおけるインド高等分艦などがその例である。一方で、 本国人の文化だけでは広大な植民地の統治は不可能であり、統治をスムーズに進めるため、各国は植民地住民の中からエリートを育成し、現地の下級管理などの地位につけた。こうした植民地エリートは支配の干渉作用を果たすものとして、イギリスやフランスでは積極的に育成が行われたが、あくまでも彼らは植民地統治を補佐する存在に過ぎず、 本国文化よりも高い地位につくことはほとんどなかった。こうした不満から植民地エリートはややもすれば独立運動へと走ることがあり、各植民地での独立運動ならびに独立後の指導者層の多くを出した。特にフランス領アフリカの各植民地独立においては植民地エリートの果たす役割は大きなものがあった。逆にベルギーの植民地支配は この点でやや得意であり、初等教育は植民地に広く普及させたものの、植民地エリートの育成を全くと言っていいほど行わなかった。このため、今後民主共和国の独立時に行政を引き継ぐべき、現地エリートがほぼ損しておらず、行政の崩壊と今後動乱を招くこととなった。各植民地に本国政府の資金は投入されることは基本的になく、 そのため各植民地政府は支配地域内からの収入で政府の経費を賄わざるを得なかった。植民地財政は税の負荷や強制労働などで賄われた。こうした税の柱となったものは取りやすく負担が目に見えにくい関税などの間接税であったが、小屋税や人頭税などの直接税もしばしば課され、オランダ領東、インドでは現地住民に政府が指定した作物を 強制的に栽培させ政府が独占的に買い上げる、いわゆる強制栽培制度が1830年代に導入され、現地住民に大きな負担となった。気候や条件に恵まれた一部の植民地では、本国からの入植者が一定の数に達し、しばしば現地における特権階級を形成した。ケニアや南ローデシアなど農業移民の多かった植民地では、 白人入植者が、現地住民の農地を取り上げて、大農園を作り上げ、低賃金で、現地住民を刺激して、利益を上げることがしばしば行われた。一方で、各植民地政府は財源を確保するために、商品作物の生産を奨励したため、白人入植者の少ない植民地においては、ウガンダの綿花や、タンガニーカキリマンジャロ山周辺のコーヒー、栄料、 ゴールドコーストやコートジボワールのカカオなどのように、現地消農による特産品の開発が成功した地域も存在した。こうして、政治的には、ほとんどの植民地が独立を果たしたものの、新独立国の多くは、経済的に弱体であり、旧創主国をはじめとする先進国や多国籍企業の経済的進出を受けるようになった。また政治的にも、 支配層の一部は、旧宗主国や先進諸国の支援を受けその意を組む、ことで権力を保とうとした。こうした状況は完全な独立からは、ほど遠いとして、現在も手を返しなを変えた形で、植民地支配を脱した国々への支配が、継続しているという見方、いわゆる新植民地主義という批判がなされるようになった。経済面においては、先進国を、中心、 後進国を周辺とし、周辺に属する国家は中心に属する国家に、従属する形での経済形成を余儀なくされているとの批判が、アルゼンチンの経済学者、ラウル・プレビシュによってなされ、アンドレ・グンダー・フランクラによって、従属理論として体系化されていった。文化面においては、旧植民地、旧宗主国社会に残存する植民地主義の残滓を掘り起こし、 これの克服を目指すポストコロニアリズムがフランツ・ファーノン等によって提唱された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。